彼女と俺が部屋でくつろいでいるとインターホンが鳴った。あっと思った時にはすでに今カノが俺の背後からインターホンの画面を覗き込んでいた。あーやばいよこれは。なんかバッて手で隠そう。手で。今カノの顔は怖くて見ることはできなかった。え、元カノちゃんって知ってるの？バレなくない？あーでも顔知ってたらバレるけど。そして今カノはゆっくりと通話ボタンを押した。修羅場だ。うわー今世紀最大の修羅場だ。ねえ早く開けてよ、彼女をこんなとこでずっと待たすなんてひどくない？冗談ですよ、冗談冗談。彼女とか言ってるけどこれは元カノだから、うん、別れてるからね。元カノの決定的な一言。あーこの笑顔が怖い。俺くんどういうことかな？あー怖い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 。ちょっと今女の声聞こえたんだけど誰なの？あーじゃあ元カノちゃんも俺くんとしか付き合ってないと思ってるパターンか。うわー修羅場だ。